ローゼン・アウスレンダーは、ユダヤ系ドイツ人作家。詩人であり、翻訳の仕事も手掛けている。オーストリア・ハンガリー帝国領ブコビナのチェルノビッツで、ロザリーエ・シェルツァーの名で生まれる。20歳の時、大学の友人イグナーツ・アウスレンダーと共に、生まれ故郷を後にする。ニューヨークで2年後にイグナーツと結婚したが、1926年、結婚生活の退屈のため離婚に至る。 ローゼン・アウスレンダーは、アメリカが衆国市民になったが、母親の看病のため再びヨーロッパに戻った際に、市民権を失った。1939年、最初の詩集をチェルノビッツで出版することができたが、1941年、そのほとんどが破壊される。戦時中、2年間ほど、ブカレストのユダヤ人ゲットで暮らすが、そこで、パウル・ツランと出会い、 彼の影響で作品が洗練される。戦争の終わりまで強制収容所に送られないよう友人のところで隠れる。戦後の1946年、彼女は再びアメリカ合衆国に渡り、1948年にアメリカ合衆国の国籍を再取得する。1956年までは戦争のドラウマのため、ドイツ語を使わず英語の作品のみを書き続けた。 ハウスレンダーがヨーロッパに戻ってきたのは1965年のことである。ドイツのデュッセルドルフに住み、パウル・チェラーンの友人の一人だった。ありがとうございます。